さあ、準決勝第1試合は、時の扉さん対さきさん。さあ、闘劇現役プレイヤーか、それとも秋葉平100連勝男が、さあ勝つのはどっちだ。例えば怒りチームはこれで全員消えましたね。何気にこう大会とかだとガローチームが非常に安定っぽい感じがするんですけども、そうですね、やっぱ技が揃ってますね。あそこにやっぱアンディとテリーが安定した強さを起こしてますね。さあここは、テクニックでカバーしていきたいサキさん。まあ先ほども言いましたけど、ユリもこうピオリコンボをね結構持ってますので、これが刺さるとアンディといえども辛い。さあ大変暴れる、投げに行ったか、ここはユリが冷静に対処。しかし結構体力奪われちゃいましたね。これはそうですね、最後になんとか荒らしに行きましたね。アンディもあのタイプが2種類いますよね。パワー溜めずにこうなんか溜めキャン残影狙う人と、もう溜めてとにかく残影をぶっ放す感じ。そうですね、空母も同じでタイプがやっぱ分かれるのも面白いところですね。アドバンスエキストラという国はないけどタイプが2種類いる感じですね。そうですね。お、うまい。ここはビンタで最後、さあパワーは溜めさせない。扉さんは溜めたい派ですね。あ、これはお互い溜めたい派ですかね。ユリはでも溜めちゃうとジャクジャクがあんまりなんか繋がんなくなっちゃうイメージ。ちょっと繋がりにくくなるんですね。まあその分ビンタの一発っていうのはありますけどね。そうですね、体力が少なくなったんでやっぱり一発のダメージを重視したんでしょうかね。あ、これはビンタミスか。あーと狙い果敢に狙うけども、そうなんですよ、あれやろうとすると結構光景に化けるんですよ。あ、そうですね、あのビンタのコマンドが昇竜拳コマンドなんで。あ、そうですね。さあ、このこれはジョーが辛そうですね。そうですね、遠泳も強いですね。前この牽制力、前はたまると厄介ですね。これはあと中段ジョーがちょっと苦しいか。うわこれだ、これは厳しそうですね。さすがに体力が1ミリぐらい減ってますかね。前がテリーはどうなんですかね。前に対して何か有効な手段が。そうなんですかね、前はやっぱちゃんとした耐久がない気がするんで、やっぱりそこ結構テリーのジャンプ攻撃は相当判定も強いので、移動が怪しいですよ、テリーのジャンプ、ね、めくりなのかめくりじゃないのかよく分かんないパターンが。そうですね、そこから刺さったらピオルっていうのが強みなんで、どう飛び落とすかってところですかね、テリー側としては。さあこの前がでもかなり丁寧に戦ってますね。そのおかげかテリーがちょっと焦ってる感じがするんですけども、徐々に体力奪われてますね。これはライジング。さあさきさんも一時はだいぶリードしたかに思いましたが、このゲームはそうですね、残りタイム関係なく一定量回復する。そうですね、結構回復量がでかいんで勝つことに相当意味がありますね、はい、さあリードしてるのはさきさんですが、テリーが十分にその逆転の可能性というか。さすがにでもこの体力差ですとちょっとさきさん冷静ですね。さきさんだいぶ落ち着いてますね。ここまで来ると相打ち OK ですね。そうですね。さあどうする、扉さん後がない、これは刺さる、もう体力ない。さあ冷静にしゃがみアッパー入れてさきさんが決勝進出です。次は、私対初期さんですね。前のアリスの94大会の決勝のカードですけども、その時は何もできずに私はやられましたが、今回も同じことになってしまうんでしょうか。ワンピー側が初期さん、
スーピー側が、そしてあの僕と同じイギリスチーム使ってるあのヨサキさんですね。ちょっと先ほど1回イギリス同士で1回対戦させてもらったんですけど、見事に怒られました。はい、でまあ日本対イギリスで、これはまあベニマルに対してちょっと有利はかなりいいかなと思ってますね。どうぞ0.連発モード壊せる歌が強いですよね。で、あの踏まれるとあのベニマルもかなり困って、しゃがみ台パンもちょっと崩されたりとか、でもここはうまくいって耐久してました。で、まあ裏返しに人たちも冒険もあるによってあんまり打てないんで、あのやっぱりあの右側をかなり気をつかれる。今、与田さんがかなり怖い、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 ただこれは怖い、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 で、また、まあ、ただちょっと今、決まるかっていう感じなんで、これはどうやってやって大事なのか、問題聞くの意外しないんですよ。ついていくと結構辛いんですけど、あの前はしゃがみ台パンチでベニマルの飛び込みを落とせるっていうところがあるんで、まあそこをうまくやるし、ただそれに注意です。あとまあめっからのうまいことはこっちの段に回ったらの上り方はさっき僕がやったあれですよ。あれをうまくやっていけば、で、あの僕はあんまり使ってなかったんですけど、ウサノミの前がこんなに厄介なものだと思ってませんでした。はい、で、まあ前は牽制強いんで、あのただあの無理やり相手が当たりすると前って結構強いんで、そこはあのうまいこと慎重慎重なことだと言いたいと思います。で、あのベニマルはあのしっかりとあの飛び込みの大パンで、しゃがみ大パンで前に落とされるんで、まあ出かけていないと。で、まあ特徴があるのでうまくしゃがみ大パンで上がり下がりたい。まあしゃがみ大パン知らずに受け取る。大パン強いですね。今日の飛び込みは前はしゃがみ大パンで全部落とします。まあそんなこともあって今日は飛べないんで、あでもうまく飛べそうになります。この状況は飛ぶ側が結構有利なんですが、で、あの前はあと何人かの人じゃないんで、あのダウンしたりして挑戦したいと思います。必殺技が、あの、なんか難しいのがそんなに使えるんだって思いましたけど、必殺技が基本的に全部ダメなんで、次の立ち回りに必殺技は全部使わないっていうぐらいやっていくといいと思います。さあ、僅差なんですが、闇笑いにすっきりちゃいます。ただまあ、キングだったらまあなんとかなるとは思うんで、まあ、ベンモスライクで思いっきり立ち回していただければと思います。はい、実はあの、ビスキーの方が2人と比べて、あの、ひたさらがやたらと強いので、まあ、ひたさらが思う全然あまり回ってやってください。ただし、あの、ダイモンに関しては、もう、あの、一発で注意するんで、あの、個人的には、あの、ダイモンは有利、ベニマルは強い、今日は前で攻めて潰すということで、これはもう終わったくさい。電池返し。さあ、もう一回電池返し。ルール設定したのは私なんですけども、投げはめはやっぱりいけないと思います。まさかこの場でやってくるとはね、さすが初期さんというか。